撮るか。撮る撮るって感覚じゃない今俺。やろうな。個人的に超楽しんでる。どうもアミコのケニアです。ヒロシです。はいです。今日は、はい、もういいんじゃない。ケニアがね、お酒が弱いということでもうちょっと酔っ払ってるんですよ、こいつ。いや、酔っ払ってないんですけど、これを撮っていきたいなと思います。まあ、普通になんか喋っとる感じね。そう、まあ今日はいいんちゃう。これ実は、電話企画の後に撮ってるんですけど。ああ、そうやね。もうほんまにね、嬉しかった。嬉しいね。ああ、嬉しかったね。視聴者と喋ることなんてないね。なんで視聴者と食べるの。こんな、ね、アミーゴのこと好きでいてくれる人がいるんだっていうことだね。本当に、うん、YouTube 初めてよかったなって思えた。おー、いいやな。愛されてるなって思った。マジでそれを。ただ申し訳ないなって思う部分がもう一つあって、うん、なんやろ、俺らの知名度がなくて。応援してくれとんのは嬉しいけどね。250人いったやんか今日は。でもさ、3人減ってん。減ったね。減ってん。いつもやったら別にええやって思うんやけど、こう発言した手前3人減ったからちょっとショック。そうね、速攻で減ったね。でもまあ俺らはな、こっから頑張ろうって。アミーゴという小説の序章に過ぎんから。序章ね。マジ話。そもそも俺らの原点であるケニアがなぜ YouTube を始めようと思ったのかっていうのが俺はちょっと気になってる。もともと YouTube めちゃめちゃ好きやったやん、ほんまに。誰が好きやったの。アミーゴじゃん、マジで。未来。フィッシャーズがめちゃめちゃ好きなんや。あー、それはよく言ってるよね。フィッシャーズがほんまに好きで、あの仲いい感じとか、なんかすごい羨ましいなと思ってて。俺たち出身が和歌山やから、うんうん、仲いい友達がもう向こうにいてるわけやんか。ああ、そう、ね、そういう、そう、そういう雰囲気を味わしてくれてたっていうのがフィッシャーズですね、俺の中で。あだから、いつかグループでやりたいなっていう思いはあってんけど、この二人に出会うまでは、とりあえず一人でやろうっていうことで。なるほどね。やってたんで、やろうって、そうやね。そう。そんで、そっからバイト先で俺らと出会うと。ほんで、そこで出会って、一緒にやろうやっていう話をしたら、二人が、あ、やろうよって言うてくれたから、そうそうそう、アミーゴができた。で、その時期にね、なんか、その一人でやっとる時の話とか俺聞いとって、俺もなんかやろっかなって思っとって。そう、はじめ俺、エビに YouTube やりやって言うてたんじゃん。そうそうそう。そうね、言っとったね。ヒロシも言ってた。俺結構マジでやろっかなみたいな感じで思っとって、その時ぐらいに誘ってくれたから。そう、なかなかやれへんかったよ。やりやる詐欺やってたからさ。違う違う違う。まあ俺パソコンもないし、何もなかったよ。ああ、まあそうやな。俺らの中で YouTube 始めるって結構ハードル高く感じたけど、うん、ここに、あれなんかおったここに実際やってるやつがいて、初めて壁を乗り越えられる気がしてっていうか。まあそうだね、きっかけっていうのは大事だよね。ほんとにそう。ありがとう。はーい。かめん、かめん。むしろこっちが感謝してる。でも一番感謝してるのは視聴者さん。めっちゃ赤いの。これ見つかったかも。ほろ酔いでボロ酔いできたの。面白い。はずやめてくれ。はず。ちょっと外行ってくるわ。なんでなんでなんで。なんで。高ぶったら外行く癖やめて。犬。たけし早くして。誰がたけしやお前。早くたけし。さっきから架空の人物言うのやめてくれ。乾杯しようよ。乾杯する。おい。これダイエットの後にあげるかな。あ、そうだね。ダイエットの後やろ。俺しんどかったんですよ、マジで。これダイエットの7日目なんですけど、今日やっと終わって今自由なんですけど、ちょっと聞けよ。なんか好きなことある、最近ハマっとること。あ、聞きたい。ケニアの好きなこと聞きたい。とりあえず外行く。外行くかって。なんでとりあえず外行くの。仕上がってる。じゃあ外行くか。じゃあその前に、なんじゃもんじゃ。じゃあこの寄った状態で、ちょっとなんじゃもんじゃしたいと思う。俺多分寄った状態でもバリバリ強いと思うね。マジで強、ちょっと強いよね。なぜか。じゃあ本気で強いと思う。ルールとしては、この間のなんじゃもんじゃの動画の、あのメンツで。メンツ。じゃあ行くよ。行くよ。ダン。夏休み。
あ、また間違えた。ケニア。ドン。ユーチューブ大好き。うわ、強っ。強っ。マジでやばい。早っ。ドン。チャーリーとチョコレート工場の排水溝に似てる工場性。早い早い。もう悪夢でいいんだよ、これ。マジで早い。このケニーに負ける俺らってなんだ。ドン。聞いてくれ、最後。知らんけど、外来ましたわ。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。 Fly again。 あの栄光栄光へ手を繋いで歩いた海岸線、車へ乗り込んで、多分全部乗っております。当たり前やん。ねえ、なんで外来たの。いつも俺が聞きてえよ。インスタライブしよう、インスタライブ。いや、酔っ払って外来たって言うでしょ。インスタライブしよう。動画止めるよ。あかん、止めたかん。インスタでも載せるから。マジ？だから俺は視聴者が大好きなわけ。わかる。とても有意義な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。いや、こちらこそ本当にありがとう。嬉しかったな。ほんまに、なんか大好きになった。むずっ。捕まらんかな。大丈夫か。おい、インスタライブやっとるか。で今歩きながら寝てたんですけど、こいつ黙れ。こそ夏っぽい企画やるんで。じゃあ俺が撮ってあげるわ、次。じゃあここでアミーゴの一発ギャグを始めます。アミーゴの一発ギャグまで3、2、1、スタート。はい、どうぞ。エロ本を見たヒザル、ヒザル、ヒザル、あ、ヒザル、いいよ。いやらしいね。おい映ってよ。ちょっと面白かった。じゃあ俺ルパン三世のモノマネします。あ、いいね、いっちゃい。俺の名前はルパン三世。ちょっと弱そう。ちょっと弱そう。ルパン、あれメインのカメラの方大丈夫。全然大丈夫じゃないよ。もうね、まあいいよ、それは。もう画角とか終わってると思うね。わかるわ。もうちょっとやべえぞ。いけに危ないって、そこ、まあ、僕は死にましぇん。ケニア、なんかダンスしてみてやって。ダンス、うん、いいよ。ちょっと上手い、ちょっと上手い。恐怖映像やんって言われた。